町からのお知らせ。高森町母子保健子育て支援センター専用 SNS 相談窓口開設のお知らせ。風鎮祭期間の交通規制についてなど。協力隊沢田の絵本紹介コーナー。総合センター1階の絵本貸し出し所からおすすめ絵本の紹介。高森高校漫画学科リポートボリューム2。永田先生と熊本コアミックス社長持田さんが漫画学科の活動について報告。週刊情報高森。まずはジャパンエキスポパリ2023。地域おこし協力隊オクロック熊本歌劇団出演。続いて南阿蘇鉄道ワンピース列車出航の2つの話題。その他の番組はご覧の通りです。高森町地域おこし協力隊募集。高森町のケーブルテレビを活用した情報共有共感の町づくりに参加しませんか。詳しくは高森町ホームページをご確認ください。もう一度見たいあの瞬間を手元のスマートフォンで。 TPC の番組が YouTube でもご覧になれるのをご存知ですか。 TPC では毎週月曜日に1週間分の放送内容を投稿しています。テレビで見逃してしまっても、放送時間にお家にいなくても、地域の番組を視聴できるんです。街からのお知らせに、数々のおなじみのコーナー、地域の行事の様子など、実は見たことのなかったお気に入りのコーナーが見つかるかも。さらに金曜日には見どころの紹介もしていますよ。街の外で暮らすご家族やお友達にもおすすめです。ふるさとの情景や最近の様子がいつでもあなたのポケットに。チャンネル登録待ってます。